灰色の巨人は月刊娯楽雑誌少年クラブに1955年1月から12月にかけて連載された江戸川乱歩作の少年向け推理小説シリーズの第12話目である。公文社少年誌の改訂の魔術師と同時連載だが時系列は本作の方が後の事件である。偶然だが読みは三重ではなく三重。 三重県島は真珠の産地で名高い。この真珠島は黄金仮面事件で怪盗に盗まれたが明智探偵が取り戻したと作中で説明されている。本作は黄金仮面より時系列が後のエピソードである。本作を連載した講談社以外のポプラ社及び公文社の出版物では二つの話に分かれているが独立した連作や 別称の扱いはなく、まとめて一つの長編、灰色の巨人という構成になっている場合が多い。各エピソードのタイトルは、講談社、江戸川乱歩少年クラブ全集のもの。長靴の読みは、長歌ではなく、長靴。講談社とポプラ社のカバー絵では、光り輝く宝冠を被り、光沢のある長靴の女王様が描かれている。1988年に、 連載元の講談社から復刻版及び愛蔵版が出るまで公文社の本書籍が最古の出版。講談社及び公文社で改訂の魔術師と同時連載だったため出版時に11巻だったり12巻とされる場合がある。ありがとうございます。